ターネットカフェってどこありますか？センター街の方に行けばあると思います。センター街、あ、ありがとうございます、うん、よし行くぞ、やってやるぞって意気込んで故郷を捨てたんだ。今に見てろ、なんつってね、なんて根拠ない自信で上京したんだ。お金も仕事も住むとこもないし、野望叶えるコネクションもない。でもきっと大丈夫、なんとかなる、なんとか、いやなんとかしてみせる。とりあえず住むとこはネット掲示板で、優しいお姉さんが止めてくれることに、ほらなんとかなりそうでしょ。っていうか止めてくれる女性はどんな人だろう。30代前半で居候させてくれるくらいセレブってことは、お嬢様、セレブお嬢様。もんもんと妄想は膨らんでく。よし行くぞ、やってやるぞ、こんなラップでやってのけるぞ。僕はポエトリーラップの開拓者、いつの間にか君に会いたくなる。まずは会いに行く、新しい土地で君の空間に。僕はポエトリーラップの開拓者、いつの間にか君に会いたくなる。はーい。あ、福郎くん待ってました。どうぞ中入って。ん、いや、男性。男性だよ、もちろん。はい、入って。いや、女性のマークだったんで。あ、あれ女性か。あ、そっか、あ、紛らわしいね。あ、違うね、うん、間違えた、間違えただけ。うん、どう、来て来て。すぐこれ、あっちもな、ごめん。本名、宇都宮と申します。映像ディレクター。俺ね、何かを本気で頑張ってる人が好きなわけで、そういう人のドキュメンタリーが撮りたいなって思ってたんだけど、どっかにいい題材ないかなって思ってたら、そういうこと。君がもし本気だったらここに住んでいい。俺はそれを撮るから。けどもし万が一君が本気じゃないってことが分かったら、その時は申し訳ないけど出て行ってもらう。いいじゃん、よくない。いやいや、いいでしょ。これは おはよう。おはようございます。行こうか。どこですか。路上ライブに。路上ライブ行くんですか。うん、渋谷行こう。渋谷よくやってるからさ。はい。ちょっと待って、はい。え、なんでスーツなんですか。あ、僕いつもライブの時はスーツなんですよ。なんで。え、なんかこうピシッとするために。うん、まあいいや。
例えばあのさ、ポエトリーラップってどういう意味なの？まあ一応リズムよりも詩の内容を重視するラップらしいです。詩の内容？はい。プロ君どこでやる？いや場所何があるか全然わかんないです。ハチ公ぐらいしかわかんないです。あ、でもこの辺だったらやってるかも。結構かわいいですね。ね。はい。そしたらあの子も隣でやったら。マジっすか。いや。分かった分かった。じゃあ、はい、彼女の隣でライブやって、はい、彼女が振り向かせたら300円。マジっすか。またお前。ちょっと近くで。うん。はい。はい、じゃあそうしましょう。オッケー。はい。大丈夫です。じゃあ。触れたい、君にもっともっと触れたい。人と人をつなげるのはきっとたったそれだけなんだ。君に触れたい、君にもっともっと触れたい。人と人をつなげるのはきっとたったそれだけなんだ。君に触れたい、君にもっともっと触れたい。それが人に伝わったとき、それは泣いちゃうほど嬉しいことだから。一本の映画を見て一人でいっぱい泣いてすっきりする。たったそのくらいのことで立ち直れたりするものなのさ。頑張ろう、頑張らなくちゃって前を向けたりするものなのさ。なんだか仕事あっけないっていうか、拍子抜けしちゃうっていうか、君からのたった一つの言葉ですらすごいエネルギーになったりとかさ。まあその逆もあるんだけど、そんな風に思うと少し単純だね。笑っちゃうほど単純だよ。もうなんだよ今日のとこは笑っとこう。そうすればまた君に触れれそうな気がする。ごめんよ、考えすぎるのは俺の悪い癖だ。君に触れたい、君にもっともっと触れたい。人と人をつなげるのはきっとたったそれだけなんだ。君に触れたい、君にもっともっと触れたい。それが人に伝わったとき、それは泣いちゃうほど嬉しいことだから。君に触れたい、君にもっともっと触れたい。人と人をつなげるのはきっとたったそれだけなんだ。君に触れたい、君にもっともっと触れたい。それが人に伝わったとき、それは泣いちゃうほど嬉しいことだから。僕には何にもない、何にもないって言い聞かせないで。きっともがいてもがいてもがいている君が大好きだから。きっとそうしていれば、そうしてさえいればいつの間にか積み上がってたものに気づく時が来る。だからございます。Yo、 いい気になっての今ので、まるでお釈迦様の手のひらの上で踊らされてるようなラップ。もしや生まれてずっとギネスランプ、あんたのその新しいスタイル、まるで営業スマイル、本当に大切。つまり魂を感じない、気持ちが一つも伝わってこない。その上あんたラップ舐めてんの、途中から気抜いてたんじゃないの。 I know I know、 言い訳はいらない、そんな覚悟じゃ女神は振り向かない。どうなの図星、全てを鵜呑み、さっさと書いて入りなお風呂に。どこに行っても通用しないから、お寺でも入って修行しな。
え、落ち込んでんの？いや、落ち込んではないですけど。もう結構圧倒されてたよね。いや、そうですね、まあ、大丈夫だよ。まあ、そうですね、いや、まあ、大丈夫。そうですね、そうですね、はい、ちょっと、はい、じゃあこれを君にあげよう。何ですか、これ。これでいい子書けばいいっすよ。なるほど。うん、リベンジして。はい、そうですね、うん、そうですね。じゃあめっちゃいい曲書きますから、ね、うん、ちょっとレジェンド作ろうぜ。マジで、はい、やったやりました。やったじゃない。いや、すごいっすよ。マジでマジっすよ、これ。これいつなの？これは、10月10日です。あー、俺いけねえわ。あー、そうなんですか。あ、まあいいよ、でも頑張ってよ。はい、頑張ります、うん、いや、これはすごいっすよ、ちょっとテンション上がって。上がるね、でも、はい、いいね。え、ここで歌うなんか新曲みたいなの？あー、いや、まだ新曲ができてないんですよね。あー、そう。はい。てかさ、今、袋が俺んとこ居候してるって親知ってんの？いや、知らないです。え？まあ、そうっすね、まあ、仲悪いってかは結構縁切れた感じなんで。はい。あ、なんかいろいろあったの？そうですね、まあ結構いろいろありましたね。それ書いたらいいんじゃない？もう袋の内なるものを完全にさらけ出すみたいな、そういう曲が一曲あってもいいと思うんだよね。自分の家族の話とか、はいはい、自分の生い立ちの話とか、はいはいはい、もう全部さらけ出す、その曲の中で。ああ、なるほど。あ、いいっすね。いいっすね。それいいじゃん。あ、いいっすね。いいっすね。あ、いいっすね。いいっすね。なんかいい気がする。それ、ちょっとめっちゃいいの作りそうです。じゃあこれブログ上げてもいいっすか？やめろな、恥ずかしい。ずっと無駄。え、めっちゃいいっすよ。俺こういうの、ほんと無駄。え、新曲できた？はい、めっちゃいいのできましたよ。おー、待ってました。これ歌詞です。うぃーうぃーやー、ちょっと見てください。はい、できますよ。はい、これ超有名な曲だよね。ああ、サンプリングです。サンプリング？ああ、もともとある曲を、まあ、切ったり貼ったりとかして、まあ、構成し直して、うん、で、まあ、新しい曲を作るっていう、まあ、作曲方法で。あ、そういう、うん、そういう方法があるんだ。はい。あ、まあ、売るとしたら、まあ、許可は取らなきゃいけないんですけど。え、許可取れんのこれ？ああ、いや、わかんないです。え、あ、売る気は別にないってことか。いや、まあ売らないっていうよりは、まあとりあえず作ってみたっていう感じです。とりあえず。はい。袋、なんでポエトリーアップやってんだっけ？
さを表現したいなって思って。え、何を表現したいの？そこわかん、そこパッと出ない感じじゃん。いや趣味だったらいいけど、え、売っていきたいんでしょ、でも。はい。え、そしたら売れるかどうかわかんない曲使わない方がよくない？だから自分なりに精一杯こういう風に作ったりとかしてるつもりなんですけど。これなんかちょっと俺がなんか俺が期待してるとなんかちょっと違ったっていうか、ちょっと、うん、申し訳ないけどこれで撮影は終了します。お疲れ様でした。はじめまして、ポエトリーラップアーティストのフクロウと申します。今日は僕にとって結構重要な日なんです。九州から東京に旅立ちます。まあ、住むところもまあ決まってないですし、まあ、予定とかも何にも決まってないんですよ。まあ、なんて無謀なことか、まあ、思うと思うんですけど、まあ、僕でもまあ逆だったら止めるかなと思うんですけど。せっかく上手いんだからさ、プロとか目指しちゃえばいいじゃん、お兄ちゃん。いいよそんなの。大丈夫、趣味でいいんだよ、趣味で。いやいやいや、絶対やった方がいいよ、もったいないよ。そう、うん、いや、でも趣味でいいんだよ、僕は。まあ、仕事働いてた仕事でこう、まあ、病んだりしてて、まあ、とりあえず、まあ、体にまあ異常が出るほどこう精神的に参ってしまって、まあ、このままくたばるくらいなら会いたい人に会いに行こうと思って、プツンってなんか頭の中になんか切れて、で仕事辞めて東京にもう身一つで行っちゃおうと来ました。でその東京行きの夜行バスを今待ってるというわけです。まあ、特に、まあ、見送ってくれる人とかはいないんですけど、まあ、今日はフクロウ旅立ちの日ということで行ってきます。
ただいまから平成27年度校内ハローワーク開会式を行います。講師の先生方には第一線で活躍、社会の第一線で活躍する皆さんが中学生として今これをやっとかないと大変となるよっていうことをですね、お話をどこかで入れていただいて皆さんにアドバイスしてくださいます。出演していただく方をより、引き立たせる、その人の魅力を引き立たせるためにヘアメイクさんとかいたりします。本当に撮影の工程にはいろんな人が関わってくるんです。で、ディレクター何をするかというと、そんないろんなセクションの人たちに指示を出していくわけです。ここはちょっと元気で明るいキャラの女性を演じてくださいというような話をさせていただいたり、カメラマンの方にはじゃあ彼女の明るさが伝わるように撮ってほしいと。それでもたった一人でも、あるいは少なくても、誰かが心の底から喜んでくれたり、誰かの役に立ったり、元気を与えたりすることができる。映像が持つ人の心を動かす、その力を僕は信じています。だから僕は映像を選んでいます。第三中学校の皆さん、学校の勉強というのは、僕は自分の視野を広げるための重要な手段だと思っています。映像が持つ人の心を動かす、その力を僕は信じています。だから僕は映像を選んでいます。本日はどうもありがとうございました。言葉。見れるのは披露されたものだけで、海の苦しみというのは見えてこないわけで、でもそこにたどり着くには幾多の思考、実験、修正、葛藤が繰り返されているものなんです。言葉は時に狂気とはよく言ったもので、いとも簡単に人の心の奥に突き刺さります。それはとても単純で、むしろ単純すぎて打たれ弱い自分が嫌いになりそうになります。僕には伝えたいことがあります。それはとても具体的で、なのに見た目抽象的で、でもそこにはちゃんと芯を通してるつもりです。たとえそれがジグソーパズルのように複雑であったとしてもです。だから僕は言葉を選びます。だから僕は言葉を並べます。だから僕は言葉で伝えます。
だから僕は言葉って曖昧なものを使って、でも言葉でしか伝える術を知らなくて、言葉っていう曖昧なものを使って、でも言葉でしか伝える術を知らなくて、言葉っていう曖昧なものを使って、でも言葉でしか伝える術を知らなくて、言葉っていう曖昧なものを使って、でも言葉でしか伝える術を知らなくて、伝えたいことは人それぞれ、いくら細分化しても細分化しきれることはありません。彼は楽器の楽しさを、彼女はバンドのかっこよさを、なら僕は僕の言葉を伝えるために励みます。目的が決まればすることは見えてくる、力入れるべき場所も全く異なってくる、なんとかしないとなんとかできないなんてそんなことはない。だから音楽は素晴らしい、表現する方法は今いくらだってあります。絵画、演劇、コント、音楽、それぞれの表現に触れるたびに思わされます。僕も何かを表現したいって、だから僕は言葉を選びます。だから僕は言葉を並べます。だから僕は言葉で伝えます。だから僕は言葉っていう曖昧なものを使って、でも言葉でしか伝える術を知らなくて、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 知らなくて、知らなくて、曖昧な言葉でしか、さあようこそ言葉の森へ。ここは自らが迷い込める不可思議な場所だ。たくさんの思考思想でごった返している、君も迷い込める、そんな今が大切だ。自由にやっていい、自由に書いていい、自由に弾いていいし叩いていいし流してもいいんだ。ただし条件がある。何もしないをするな、考えるなら考えにふけるだけで十分だ。さもないと魔女がこの森を消す、意味をなくしたゴミの音騒音とかす、この言葉だって例外じゃない。だから僕は慎重になる、だから僕は言葉を選ぶ、だから僕は言葉を並べる、だから僕は言葉で伝える、だから僕は。ありがとうございました。苦労でした。またどこかで。ふくろくん、おはよう。路上ライブ行くよ。渋谷に。はい、行きましょう。はい、よし。はい。はい、はい、起きる。やりたくないの？ちょっと。はい。やりたくないの？いえ、めちゃくちゃやりたかったです。やりたいの？はい。じゃあ、意気込みを一言お願いします。頑張ります。例えばいつも明るい人が僕と同じようなことで悩んでいたり、例えばすごい嫌なやつに尊敬できるところが見つかったり、例えばいつもふざけてる人が実はいろんなことを考えていたり、例えばサボってばっかりのやつがちっちゃいことに真剣に取り組んでいたり、そんな違う一面を、そんな知らなかった一面を見るとすっごく愛おしくなって、なんだかちょっと安心する。完全に冷血な人なんてこの世にはいないなんて、そんなこと言えやしないけど、きっと誰でも知らない何かしらを持ってる。だからそれを見つけれる人になりたい。きっと何か伝えたいことがあっても、完全に人に伝わることなんてないのさ多分。ああなんて
て切ないなんて切ない。だからせめて君の話聞かせて聞かせてねえ。例えばいい人と思っていた人のすごい嫌な悪い面を見たり、例えば気を許していた人に突然裏切られた気分になったり、まあまあそりゃそんなマイナスな一面もあるさ。まあまあでも君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 もあるはず、うん、分かってると思う。僕だって分かってるつもりさ。僕のいいと思ってることと君のいいと思ってることが違うこともあるってことを。でもイラってしちゃうさ実際。もしかして器が小さい？そんなことないさ。またその人のいいところ見えるまで置いとけばいい。きっと何か伝えたいことがあっても完全に人に伝わることなんてないのさ多分。それじゃ今日は飲み行こう。アルコールダメならジュースでもいいぜ。今日はいろんなこと置いといて君と話そう一対一で。僕の知らない君を見つける。君の知らない僕を見つける。きっと新たなことに気づける。もっと近くで君に触れる。そうすればきっと何かしら笑えるさ。そうすればきっと何かしらつかめるさ。たとえつかめなくても後からわかることかもしれないし違うかもしれない。もうわけわかんなくていいじゃん。君と笑う時間を大切にしたい。きっと何か伝えたいことがあっても完全に人に伝わることなんてないのさ多分。ああなんて切ない、なんて切ない。だからせめて君の話聞かせて聞かせてねえ。